ルカシュクボットは、ポーランドボレスワビエツ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスでは2014年全豪オープンと2017年ウィンブルドン選手権での優勝を含め15勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス41位、ダブルス3位。身長 190cm、体重 86kg の超新選手。 ルーカ・シュクボト表記も見られる。クボットは2000年から ATP ツアーの下部の ATP チャレンジャーツアーを回り始め2001年から男子テニス国別対抗戦デビスカップポーランド代表になった。2002年にプロ転校。クボットがデビスカップ代表選手になった時、ポーランド代表はヨーロッパアフリカゾーンのグループ3まで落ちていた。クボットは2002年に ポーランドをユーロアフリカンゾーングループ3優勝に導いたが、その1回戦ではキプロス代表と対戦し、ダブルスでマルコス・バグダティスとその兄、ペトロスの組に勝ったこともある。2003年からポーランドはヨーロッパ・アフリカゾーンのグループ2に入り、2010年に同ゾーンのグループ1入りを果たした。これまでにクーボットはデビスカップで23勝7敗の成績を上げてきたが、 最近はほとんどシングルス戦に起用されている。そのクボットが初めて世界的に知られるようになったのは2006年全米オープンの3回戦進出であった。クボットは初めて予選3試合を勝ち抜き、ポーランドの男子テニス選手として11年ぶりの本戦出場を果たす。1995年全仏オープンでボイチェフ・コバルスキが1回戦で、 ギー・フォルジェに敗退した試合の後、ポーランド人の男子テニス選手は四大大会の男子シングルス本戦に出場できなかった。本戦では1回戦で、第32シードのクリストフ・フリーヘンを破り、ノアムオ君と対戦した2回戦に向かって、第7シードのニコライ・ダビデンコとの3回戦まで勝ち進んだ。ダビデンコには4から6、1から6、1から6のストレートで完敗した。 2009年、クボットは、オリバー・マラチとペアを組み、ダブルスの分野で、著しい躍進を見せた。全豪オープン男子ダブルスで、二人は、第三シードのマヘシュブパシ、マーク・ノールズ組との準決勝まで勝ち進む。4月12日、二人のペアは破産にせい、グランプリダブルス決勝で、シーモン・アスペリン、ポール・ハンリー組を破り、クボットはここで、 男子ツアー大会のダブルス初優勝を決めた。クボットとマラチは2009年の男子ツアーダブルスで年間3勝を挙げ、ツアー年間最終戦 ATP ワールドツアーファイナルのダブルス部門にも出場資格を獲得した。シングルスでは5月初頭のセルビアオープン大会でノバク・ジョコビッチに敗れ準優勝。全仏オープンで久々にシングルスの予選を通過した。 これは、ポーランドの男子選手として1995年のコバルスキー以来14年ぶりの全仏本戦出場であり、1回戦でビクトルトロイツキに6の3、3から6、4から6、7から6、3から6で敗れた。2010年全豪オープンで、クボットは初めてシングルスの本戦直接出場を果たし、4回戦まで勝ち進んだ。 三回戦の対戦相手だった、ミハイル・ユージニーが棄権したため、クボットは、不戦勝で四回戦に進み、第三シードのノバク・ジョコビッチに1から6、2から6、5から7で敗れた。ポーランド人男子選手による四大大会シングルス四回戦進出は、1982年、全仏オープンのボイチェフ・フィバク以来28年ぶりの、快挙となった。2011年全仏オープンでは、 予選から勝ち上がり、一回戦で、第十一シードのニコラス・アルマグロを3から六二から六七から六七から六六から四の逆転で破り、全仏での初勝利を挙げ三回戦まで進出した。ウィンブルドン選手権でも予選から勝ち上がり、三回戦で、第九シードのガエル・モンフィスを六から三三から六六から三六から三で破り自己最高の四回戦に、 進出している。2012年のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でグリゴール・ディミトロフに3から6、6から7で敗れた。2013年ウィンブルドン選手権では初めて4大,大大会シングルスでベスト8に進出した。準々決勝ではポーランドの後輩であるイエジ・ヤノビッツに5から7、4から6、4から6で敗れた。 2014年全豪オープン男子ダブルスでは、ロベルト・リンドステッドと組み男子ダブルスの決勝に進出した。決勝では、エリック・ブトラック、レーベン・クラーセン・組を63、63で破り初の4大大会タイトルを獲得した。2017年のウィンブルドン選手権男子ダブルスで、マルセロ・メロとペアを組み第4シードで出場。決勝で、オリバー・マラチ、マテ・パビッチ25から7。 7から5、7から6、3から6、13から11で優勝。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2010年前後3回戦と2013年、全英2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。